続いて登場いたしますのは、タンクのクロノジェネシスが昨年、G1 宝塚記念連覇、牝馬初のグランプリ3連覇を達成いたしましたパゴです。2001年生まれの21歳、最高164センチ、父ナシュマン、母ムーンライツボックス、母の父ヌライエフです。2歳から4歳児に6戦8勝、凱旋門賞を含む G1 5勝を挙げ、ヨーロッパ2歳3歳ボバチャンピオンに選ばれております。判定のマクシオスはイスパーン賞、ムーランドロンシャン賞など G1 2勝、祖母のクードジェニーはフランス2歳牝馬チャンピオン、祖母の兄弟には名手ボバ、マキャベリアンなどチャンピオンが名を連ねる世界屈指の名品系です。本馬の代表産駒クロノジェネシスは宝塚記念連覇、牝馬初となるグランプリ3連覇など G1 4勝、昨年2021年にはステラベローチェが皐月賞、日本ダービーで3着し、神戸新聞杯で重賞2勝目を挙げました。その他、菊花賞馬、ビッグウィーク、ダート重賞勝ち馬、アクティビューティーなど芝ダート問わず幅広く活躍馬を送り出しております。本年度の種付け料は後払い受胎後支払いの100万円となっております。本馬21歳となりましたが、まだまだ精力的に活躍馬を送り出しております。本馬をよろしくお願いいたします。以上、馬子でした。馬が退場いたしますのでお気をつけください。